笑顔の大化は、タツノコプロ制作による日本のテレビアニメ作品。2019年1月から3月まで、ワウワウプライム、アニメプレミア枠他にて放送された。タツノコプロ創立55周年記念作品。地球より、数万光年先にある星を舞台に、王国の王女である、勇キソレイユと、軍人である、ステラ・シャイニングの物語を描く。地球を旅立った人類は、 新たな惑星に植民を行い、いくつかの国を建国する。そのうちの一つ、ソレイユ王国で生まれた、結城ソレイユは12歳になった。彼女は王女としての責務を果たしながら、幼馴染の少年ヨシュア・イングラムや世話を焼く、指導役のレイライトワールたちに囲まれ、日々を過ごしていた。そんなある日、ヨシュアは、騎士団総長のハロールド・ミラーたちと共に、 隣国のグランディーガ帝国との国境に赴むく。実はすでに帝国との先端が開かれていたのだ。ヨシュアも出撃するが、怪我を負った末に命を落とす。勇気は彼の死と今は戦争中ということを知らされる。一方、帝国側では一兵士のステラ・シャイニングが所属する文体のところに、新隊長のゲール・オーエンズが着任していた。政治家、軍人民間人。 ビュルガー文体上層部本作のコミカライズ作品、笑顔の大会」エモーショナルサイドが、漫画王国にて2019年1月10日より、毎週木曜日に配信中。作画は岩谷明が担当する、笑顔の大会」エモーショナルサイドに関するカテゴリー、ありがとうございます。